に興味はある？命、命か。そうだよ、佐久間さんは言ってた。ビッグジャガーを見てごらんよ。じゃあさっきか、大物が頑張ってるよ、ビッグも。圧ほぼ日の圧。ほぼ日の圧じゃない。相談できる人がいないってことでしゆちゃん今日やる。そう。そうそう。普段は商品事業部でアパレル関係のものを作ったりとか、あと YouTube で動画作ったりしてます。あのしゆはね、ほぼ日の見習い乗組員だから、本当は何でもみんなの助けになることをやりたいんだけど、全然誰も呼んでくれないから、自分で。インタビューしたり活動しています。だから今日ひなちゃんが呼んでくれて、本当にちょっと1年ぶりにあの倉庫から出てきたんだけど。そんなに普段の活動場所は倉庫ってことですか？あ、そうだ、倉庫っていう鳥小屋にいるんだけど。本当に久しぶりで嬉しかったよ。 ありがとう出てきてくれてね、うん、しゆちゃんは、うん、まあ三浦さんがやっぱり親の代わりというか、地球での親の代わり、うん、そうなんだけど、まずね、三浦さんの名誉のために言っとくけど、三浦さんはシーズのお父さんじゃないんだけど。お父さんではない、ね、三浦さんは中の魂しかデザインしてなくて、外はまた違う親がいるんだけど、うんうん、ああ、そうかそうか、そうそう、だから三浦さんは本当に無関係なのにすごい応援してくれてんの。なるほど。応援の気持ちでしゆちゃんと仲良くしてくれてる。うん、本当はね、あの魂人形っていうのを作ったことがあって、うん、それのデザインを三浦さんがしてくれたの。なるほど。あの爆売れした、そうそう、でも赤字になるっていう、そうそうそう、原価率9割を超えた人形ね。よく販売まで行ったね。あれはね、マネージャーのしおりさんがあらゆるロビー活動を展開して、草の根からそうやってて、もう指示も呆れたね。なんでもう再販はないです。そう、ギリギリなんで、ギリギリなんで、ギリギリなんでよ。8年目といえばさ、ちょっと油も乗ってきてるじゃん。そう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 、だから悩みも尽きないだけな。そう、正規の乗組員っていうのはまだ行ったことないんですか？そうだね、シジの目下の目標は正規の乗組員になることなんだけれども、その前にやっぱり宇宙からシジ来てるから、うん、地球にまず慣れないといけないっていうので、うん、なかなかそこがちょっとクリアできないんだけど。でもだいぶ地球慣れたんじゃない？本当に？うん。ひなちゃんは、うん、ここ日に慣れてるの？慣れてきたかな。ああ、どうだろう。でもね、ここ日自体もずっとなんか変わり続けてる感じだから。そうなんだけど、ねえ、だから慣れることがないだけど。ねえ、そうでしょ、うん、確かにそれはそうだ。そうなの、そうなの、そういう8年目でーす。でも、 もう見てて飽きないですよね。え、ほんと？もっとじゃあ見てください。どうしてこんなたまにしか出番がないの？でもしずちゃん、たまにの仕事が大きいじゃん。え、そうかな。だって三浦淳さんとね、そうそう、対談したりとか。なんで常に人をいい気にさせることが上手だけどね。しずちゃんはすごい羨ましいなと思って、なんか、うん、しずちゃんは代表作がいっぱいあるじゃん。しずちゃんってこう出た、しずちゃんといえば人形売ったよねとか、三浦淳さんと対談したよね、やつぃさんととか。そんなこと、ひなちゃんだってあるよ。でもさ、ちょっと冷静になって。あのさ、シジュが出てて、うん、シジュちゃんって言わないと、うん、いられることってある？この銀色の巨体
神田祭りの日、すごい息を潜めているの見たよ。そうでしょ、あれもさ、ちょっと目立つから太陽とか浴びちゃって繰り返しでさ、みんながさ、おみこしを見えなくなったらさ、ダメでしょ、うわーってなっちゃうから。そうそうそう、じゃあやっぱりさ、ほぼ日でもそうだけど、あんまりっていうのが大事だよな。確かにね、空気読めるんだと思って。そうだよ、あのさ、みんな空気読むってさ、ちょっと悪いことみたいに言ってるけどさ、脳はコミュニケーションなんだよ。でしょ、コミュニケーション。そう、そうだよね。そうだよ、そうやって時代の風を読んで、うまくみんなが幸せになるように動くことが、もうほぼ日乗り組み8年目の僕だよ。定期的にこう決めポーズが出るっていうのが、しずちゃんをファン獲得の。そう、そうだよ、私それも聞きたかったの。しずちゃん、ポーズがすごい豊富で、私もこう YouTube とか画面に出る機会がすごい多いけど、まあ、そういうのないなと思って。決めポーズは作った方がいいよ。あ、本当？考えた方がいいよ、ひなちゃん。ピッピッってやる。しずちゃんはそれが一番いいポーズって自分で決めたの？あのね、一応三浦淳さんにさ、最初に相談に行ったの。しずちゃんが、今後ゆるキャラとしてやっていくには、どうしたらいいか相談に行った時に、最初に教わったのが、決めポーズ決めた方がいいよ。最初なんだ。そう、胃の一番っていうの。おじさんの言葉だよね。あ、知ってます。胃の一番に決めポーズを言われたよ。そうなんだ。みなちゃんもだからこう腕をピッてやったり、考えた方がいいよ。ちょっとしずちゃんと被っちゃうかもしれない。いいよ、しずの決めポーズ知ってる？見てみたいけど、今座ってるか。あ、ちょっとブレンマウトしちゃおうかな、簡単。いや、立ってもらって大丈夫ですよ。立ってもらっていいですか？いくよ、決めポーズです。できた？これ片足上げ。そう、おー、これね、これ決めポーズ。かわいい、かわいい。ひなちゃんは？私もこれでいこうかな。そうだね。入社8年目のしずとひなちゃんだじゅよ。できてた？やっぱさ、決めポーズあるとさ、編集点ができるから。あ、だからさっきからね、ことあるごとにピッてやってくれてんの。そうそう、あ、編集とかも考えてるんだね。もちろんだよ。あ、すごい。なんでかっていうと、シズがあんま見えない。だからこういつもこうベクトル、ベクトル出しとかないと、こうみんなを無視して暴走するから、その辺はすごく十二分に気をつけてます。編集点、みなちゃん覚えてる？覚えてます。宇宙に帰ったの2017年の大事件、ね、大事件ですよ。そうだよ、ゴミ箱、ゴミ収集車っていう宇宙船に乗って宇宙に帰っちゃったんだよね。そう、みんなどこ行ったんだろうと思ってすごい心配したんだよ。そうそう、一応防犯カメラにね、お掃除してくださってる方の映像が残っていたんだけれども、それ見ると2回確認してんの、中身。2回確認して、あ、これはゴミだねって、あ、ゴミって言っちゃった。で、そう、収集車線に乗せても大丈夫だねって判断されたんだよな。それで1回帰っちゃって、もっとちょっといろいろ迷ったけど戻ってきたんだけど。よかった。そう、ちょっと戻ってこない可能性もね、いろいろ迷ってね、これを機会にもうこういうお仕事をやめても別に誰も何も責めないよって、あらゆる先輩方2人からね、主に2名の先輩からアドバイス受けたんですけども、やっぱりね、三浦さんとか、あと田島孝夫さんとかさ、いや戻ってきた方がいい。
でも、うん、命そうだよ、うん、頑張りたいよね、やっぱ。でもなんかそうだよ、そうね、命か。そうだよ、田島さんが言ってた。もうプロのやつだからな。でもさ、頑張るよ。そうだよ、ビッグジャガーを見てこらんよ。じゃあさっきから大物の頑張ってるよ、ビッグも。確かに、そう、ひなも頑張ろう。ちょっと覚悟足りなかったかもしれない。そうだよ、まだまだ8人なんかさ、うん、ひよっこだよ。そうだね、確かに。すごい圧がやっぱあるって言った。そうそうそう、圧ほぼ日の圧ほぼ日の圧じゃない。やっぱふっとこう整体して見られると確かにドキドキドキしちゃう。本当、もう胸がこう高まっちゃう。高まっちゃう、高まっちゃいます。なんかしずちゃんっていつも明るいイメージなんだけど、太陽だからね。そうだから、なんか失敗しちゃった時とか、うん、どうやって立ち直ってんのかなと思って。いい質問だね。あのね、とりあえず寝ましょう。おお、寝ると世の中が変わります。だから寝られる時は寝たら、うん、朝ってさ、ちょっと空気違わない？確かに、うん、もうなんか昨日悩んでた時期なんだったんだよってなるかも。そうそう、だからもう考えないで、うん、寝た方がいいよ。そうか、なんかついね、うん、ずっと悩んで、ああすればよかったなとかね。無駄時間、無駄時間。寝ようよ、ね、それだけで。じゃあ寝ます。うん、犬ちゃんさ、人生は2回生きた人がいないんだよ。人生はみんなが初心者なの。おお、だから失敗することなんか当たり前だの、クラッカーなんだよ。ね、久しぶりに久しぶりに聞きた。そうでしょ、5億年生きてるから。そう、5億年だもんね。そうそう、だから当たり前のことか、最近のことなんだよ。そっかそっか。真珠の悩みをひなちゃんに言ってよかな。真珠、うん、が、まあ、時々さ、人と絡みづらいって言われちゃうの。うん、そうなの。奥野さんとかがすごい絡みづらいっていうの。うんうん、それを解消するにはどうしたらいいだとか。やっぱしずちゃんはこうルックスの絡みやすさと裏腹に、うん、心がとっても落ち着いてるから。そうなの。つい恐縮しちゃうんだと思うの。そうか。そうだから、うん、もっとフランクに、うん、すごいね。フランクに、フランクに、うん、なんか奥野さんとかにも、うん、すごい奥のっちみたいな感じで、そっか、軽めに呼んでみたりとかしたらいいんじゃない。分かったよ、奥のっちとかね、そう、ひなっちとかね。そうそうそう、じゃちょっとそういう風に呼ぶことから皆さんに近づいていきたいと思います。ありがとう、ひなちゃん。いやいや、うん、今日一応まあ同期会ってことですよ、うん、そうそう、またちょっとね、飲み物とか欲しかったけど、同期会。そうだよね。そう、ね、ーキーみたいな人がいる。何もない同期会です。リラックスできました、2人とも。うん、やっぱ同期だから話しやすい。やっぱしずちゃんすごい開けてるからね。そうだね、ひなっち。お、早速、うん、あ、もう可愛い、そういうところが。ありがとう、ひなっち。見習っていかないといけないな。いや、今日はありがとうございました。